まあ、日本から離れたかったみたいだけど、まあ、その選択が、まあ、幸せかどうかは、まあ、本人だけわかるだろう。楽楽。皆さん、こんばんは。ティライです。今日は、マッコさんについて話してみようと思います。話す前に、僕が日本語が上手ではないから、呼び方が間違うかもしれませんが、間違ったことがあれば、コメントに教えてくれると嬉しいです。前の僕のライブでも、マッコイメのことどう思うのか、質問されたこともあるし、韓国ニュースにも多くなってるから、韓国反応も多いし、韓国人はどう思うのか、一緒に見てみようと思います。まず韓国で、どうほどされてるのか見てみると、結婚をして平民になったマッコチェン王女が、アメリカで共稼ぎをするかもしれないって、そう記事になってますね。みんな、こういう感じの記事が多かったんですよ。内容は皆さんがもっと詳しくしてると思うから、簡単に要約すると、マッコさんは結婚をしたらもらうお金、15億くらいのお金を放棄したし、小室さんも弁護士試験で落ちたから、ニューヨークで共稼ぎをするかもしれないって、そういう記事の内容でした。そして姫さんが、結婚をして海外で住むのは珍しいって、そう書いてますね。僕も知らなかったんですけど、結構この結婚について、興味を持っている韓国の方が、本当多くいたから、ちょっとびっくりしたかな。マコ姫に関するコメントが、1300以上あるから、本当すごいなって、そう思いました。やっぱなんだかんだ言っても、すごく日本に興味がありますね。早速、反応を一緒に見てみましょう。幸せに暮らせますように、お似合いです。勉強上手じゃないって聞いたけど、英語はできるの？他の国民が見てもありえないし、もどかしいのに、日本の国民たちの気持ちは両想もつかない。わざわざ苦労するっていう言葉にぴったり。あの家と、日本から離れたかったみたいだけど、その選択が、幸せかどうかは、本人だけわかるだろう。どれだけ好きだったら、失うことしかない結婚をするんだろう。不思議だ。助けてくれる人、いないだろうね。他の、それも日本の子だけど、同じ人間として、女性として、あの姫さんがもったいない。自分の選択だし、なんとか暮らすことはできると思うけど、男があんまりにも、ひどいから、残念に思う。何をしても、ここにコメントする人よりは、豊かに暮らせる。恋って怖いね。本人が幸せだったら、いいのって、こういう反応もあるし、お金ももらわなくて、結婚ドレスも、着れなかったし、婚姻届だけしたのに、あの男のことは、なんで別れないんだろう。本当のラブなのか、全部わからないけど、ただ幸せに、暮らせるようになったらいいね。全体的に心配だっていう意見が多いんですけど、姫さんの幸せを祈る方も、本当多かった。違う国だからでもあると思うんですけど、何をしても私たちより、豊かに暮らせるっていう反応もあるし、生活が難しくなったら、YouTube すると、大人気になりそうだっていう、意見もあるから、日本よりは真剣に思う人も、少ないけど、結婚はもうしたから、幸せになってほしいですね。また気になることや、聞きたいことがあれば、気楽に聞いてくれると嬉しいです。今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。